昨日、来シーズンの J1 クラブライセンスが交付されることが決まった鹿児島ユナイテッド FC の徳重剛代表は今日会見を開き、安堵の表情を見せながらもさらに気を引き締めていきたいと話しました。勝てば昇格できると、勝っても昇格できないという最悪の状態は免れたと。今日、鹿児島市で開かれた鹿児島ユナイテッド FC の会見で、徳重剛代表は J1 のライセンスを取得できたことについてこのように話しました。ユナイテッドのライセンス交付をめぐって J リーグは鹿児島市のサッカースタジアム整備計画が停滞しているとして県と鹿児島市の見解を求めていました。その結果、昨日ユナイテッドには来シーズンの J1 のクラブライセンスの交付が決まりましたが、 J1 昇格後5年以内に新スタジアムの完成が条件です。スタジアム構想をめぐっては鹿児島市の北埠頭が候補地に上がっていますが、引き続き議論は難航しています。関係各位と本当にご協力をいただきまして、まずは無事に取得できたというところは嬉しく思っております。ただやはりこれで安堵してですね、何もしていなければその進捗が何もないんじゃないかというふうに捉えられる可能性もありますので、また引き続きですね、皆様のご協力とご理解をいただきながら新たなスタジアムというところにも着実に進められたらなというふうに思っております。 J リーグはスタジアム構想などを今年11月末までにユナイテッドに提出するよう求めていて、今後スタジアム整備計画の状況のヒアリングも随時行われることになります。